運命のバラード Tales of Destiny 実況プレイ。皆さんこんにちは、ワラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回のあらすじ、ハイデルベルグの決戦。スタンたちはダリスと再会し刃を交える。戦いの後、ウッドローはダリスに城を落ち延びるよう告げる。マリーもダリスと行動を共にすることになった。残るはグレパムだけだ。ということでね、この中にマリーがいないっていうのがね、すごい寂しいんですけど、だってずっとソチの頃からいてくれたから、まあちょっと寂しいんですけどね、ダリスとかなりいい感じの夫婦なんで幸せになってほしいかなと思います。とりあえずグレバムをどうにかしなきゃなんですよね。どこに行けばいいんだ。新しい敵ですね。反乱軍兵士とマミー。負傷者をレンズの影響で化け物にしたのも最悪だな。普段はぼーっとしているが途端に駆け出してくることがある。ちょっと怖い。あ、この星マークってあれかな、デフィニットストライク。あ、終わったっぽいですね。これはウッドローか。かわいい。チェルシー関係の、掛け合いはすごいかわいいですね。どこに行けばいいんだ、これ。あ、え?戻ってきてはないけど。あれ?セーブポイントがある。あ、こっちが進む道かな。ちょっと待って、違う方向に行ってみます。このパーティーだとちょっとあれかも、火力がないのかもしれない。ちょっとウトロ表示に変えて、何をしたかったんだっけ。術技だ。チタンのグリーン剣をだいぶ使ってるんですけど、使いやすいんですよね。あ、ソウルレンガにこんなに使ってるんだ。じゃあ使ってないやつを入れていきたいかと思います。魔人剣ショウガ、斜め下に繰り出す。へぇ、射光剣もだいぶ使ってますね。もうこれすごい使いやすいんですよね。弾空剣は上がいいな。どこ行った、これか。で、ニュートラルは、この辺全然使ってないんですよね。まあ、いいか。どうしよっかな。あれ、獅子線香、あ、覚えましたよね。じゃあ、サイドに獅子線香を入れて、射光剣がちょっと光属性なんで、ニュートラルに入れておきたいかと思います。OK。よし、じゃあなんか関係なさそうなところをぐるぐるっと回ってから行きましょう。なかなかウッドローのレアチャット出ないな。出ないものなんですかね。なんかありそう。なんかない？何もない。珍しいな。じゃあこっちは避けて、さっきどっちから来ましたっけ。ピンチってやつ。スタンの獅子閃光がすごいかっこいい。これすごいかっこいいな。弾空剣が上に切り上げる感じかな。で、このマジン剣のやつが斜め下に飛んでからやる感じですね。びっくりした、今ボイスないかと思った。お、ソーディアンデバイスマスター。獅子閃光のおかげでだいぶ楽になりそうです、戦いが。クリティカル外して、ライズ外して、29ポイント。そうだなぁ。クリティカルとポイズンで。よし。で、さっき向こうから来たので、向こうから探索するのもありですけど、こっちに先に行ってみましょう。なんかね、手前の扉っぽいやつがある方が、なんか進む道っぽいので、宝箱。
ホーリーマタリアル、一定時間前に HP が微量回復。あ、これいいな、リジェネみたいなもんですよね。リライズしたい。これか。どこ行った。作れるかな。作れますね。はい、作って200枚使って3ぐらいにしてもいいんじゃないですかね。でクリアレンズのいっぱいあるから使っちゃってもいい気がするけど、使っちゃいますか。はい、この辺でなんか一気に強くなりましたね。そんでこれをうまく使えてないので、私がホーリーにしてフィジカル、熱毒防止、ポイズンはなんだろう、ちょっと待ってね、食べ物があるんでぶっちゃけこっちとかでもいいかなって思うんですよね。防御か、防御、うん、まあいいか。で、防御プロテクトにしてこんな感じでいいでしょう。はい、いいもの見つけましたね、今。お宝いただこうよ。神のご加護です。なかなかチェルシーのブラスト技が見れませんね。さっき一回溜まったので、あ、来るかなと思ったんですけど、全然その気配もなく終わっちゃいました、戦闘が。じゃ一旦こっち戻って、こっちは何なんでしょうね。まだその奥のダイスと戦った方もちゃんと見てないので。指示戦闘オッケー。いい感じですね。指示戦闘が本当に使いやすい。ラフレンズ、こっちは何もなし。宝箱がもう一個あるので、お、ブルーレンズだ、珍しいな。じゃあ手前に戻って、手前っていうかさっきのところに戻って、あと上とこっち側に行ってないんですよね。あれ、なんかこっちも扉あるぞ。どうしよう。お板が過ぎますよ。イオンがデバイスをマスター。ここ普通にあれなんですね、アワーグラスも手に入るんですね。知らなかった。久しぶりじゃないかな、シャルがソーディアンデバイスをマスターっていうのは。エクシードと、あ、ギリギリ足りない。じゃあどうしよう。エクシードが2個ある。こっちとこっちにしましょう。エクシードがこうやって重なることもあるんですね、知らなかったな。まずこっちに行きましょう。すいませんね、なんか探索にぐだってしまってますが。宝箱、クリス・ダガー、強そう。リオン、ちょっとこれですね、ポニャードから、あ、こっちの方が強い。世界中で最も洗練された武器、刃は両刃でいいのかな、両刃で波型にうねっている、身を守り邪悪を退ける力です。いいですね、これにしましょう。かっこいい。波形とかの方がいいのかなこっちは何でしょう。でもさっきの方にこっちもなんかあるよでもセーブポイントがあっちにあったので、どこ、ここ囲まれちゃいました。獅子戦闘は愛友情勝利だね。おー、なんかジャンプみたいなことを言ってましたね、少年ジャンプ的な。ここは入れない。今ここ宝箱なかった、ないか。じゃあ上に宝箱があるので見ていきましょう。結構ホーリーボトル効いてんのかな。あ、違うか、ウッドローがサポートに入ってくれてるから警戒を状態で
光ってるんですかね。明らかにそうですよね。ホーリーボトル切れてるはず。お板が過ぎますよ。飛んでる敵が厄介すぎます。おっと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 、なんかフィリア、フィリア？チェルシーだった今。あんまり見てなかった。これ、これですかね。フォースフィールドを覚えたのかな。敵の侵入を防ぐ。攻撃力減少の追加効果。いいですね。あ、違う、こっちだ。フィアフルフレアだ。あー、名前はなんか聞いたことありますね。あんまりどういう熟議かをちゃんと理解してませんか。なんか、これは装置。硬くて動かせない。特にこれを撃つわけでもない。あ、いけた。氷が。あー、なるほど。これで何が、え、これを動かすことに、もう一回動かせるんですかね。あ、動かせない。いぞ、行くよ。し、チャージで体勢を立て直せ。ゲッカー、ゲッカー、行くよ。敵さんなんて一番大人です。フィリアじゃなくて間違えた。チェルシーの月下、すごいかっこよかったな今。待って、上のやつをまだ動かしてないんですよね。これを動かして、なんか扉が現れましたが、お、何それ、ゼルダの伝説みたいな感じなんでしょうか。やったぜ。かなり危ないな。チェルシーが全然ブラスト打ってくれないんですよ。なんでなんだろうな。私が操作すればいいのかな。とりあえずこっちが進むべき道でもないと思うんだけどな。まあ、入ってみますか。開けちゃいましたし。リオンが2つ、デバイスマスターですか。戦いが多いのでガンガンなんか上がりますね。ヒットとクリティカルを外して、あー、でも足りない。何しよっかな。エクシードつけてる。いや、でもなんかあんまり戦闘最近参加させてあげてないなっていうね、ちょっと申し訳ないな。にでも闇に耐性持ってるからなーって思うんですよね。え、どんどん広がるんですけど、これは何、火つければいいの。取って捨てましょう。よっ、違うな、打点低くないか。調べることもできないので、とりあえずまっすぐ行ってみますか。なんだこれ、不思議な力が通路を塞いでいる。食内の炎の配置に何かの仕掛けがありそうです。もう分かるんですけど、あっ、うわ、ちょっと、お宝いただこうよ。やりましたね。お、ウッドローが刹那を覚えましたね。で、スタンがデバイスをマスターと、ヒットを外して18か、足りないな。じゃあアタックと、いや、ヒットと7って何かあるかな。ポイズンつけてるし、クリティカルとか、クリティカルつけてるな。もういいや、ディファイアとかにしときましょう。これはどういう配置なんだ。前の部屋の配置と同じにすればいいのかな。あれ、でもつかない。消すしかできなくなっちゃった。あ、なるほどね。はいはいはい、ちょっと待って、どうすればいいんだろう。
前の部屋の配置ってどんなんでしたっけ。ちょっと見てきます。前の部屋はこことそことここについてた。 OK、 不思議な力が失われました。なるほど。で、ここもセーブポイント。あ、もしかしてこれ時計塔。お宝いただくわよ。愛友情勝利だね。時計塔っぽいんで、ちょっともうまたさっきのところに戻ります。ごめんなさい、カットします。かわいい。あの、自分でなんか使ってくれないので、あんまり私が操作して使ってみました。かわいかったね。よかったよかった。これで全員見れたのかな、一応。ってなるとちょっと、あ、でもな、いや、一回このままでいこう今回は。なんかこっちも来てないんですよね。来てないところいっぱいありすぎじゃないですか。まあお城だから広いのは当たり前なんですけど。バーミリオン、へえ、美しい、朱色の紋章入りの衣装、朱色が血のようにも見える怪しげな服。これ誰だ、違うな。クロークじゃない、あれ違うな、チェルシーか、違う、リオン、あ、リオンか。え、強い、ものすごい上がるな。これにしましょう。ちゃんと調べて、何もない。これは何もない。こっちから行けないのか。敵ですね。負けるわけにはいかないぜ。ちょっと探索かなり時間かかりますね今回。広すぎる。こっちは玉座の間とか越剣の間かな。こっちも行けちゃうとか。行けちゃう。あ、なんか調べられる。オールディバイト、挟まれてしまいました。これも神の試練ですね。ルーティーが倒れました。久しぶりに戦闘不能になったな。じゃあこっち側は入れるんですよね、きっと。あー、すごい迷いそう。お、氷ボトルも使いつついきましょうか。もったいないから使う。はいはいはい。あれ ?2 個 ?1 個取りましょうよ。1個消費するまでここをうろうろする必要はないしな。じゃあこのまま戻りましょう。とりあえずこの先に何があるかなんですよね。なんか本当の行き場所っぽいところは他にたくさん。グレバムがいるのはハイデルベルグ城の時計塔だ。今度こそ決着をつけるぞ。ただの出口かよ。敵さんなんて一番は打人です。チェルシーが何か覚えました。ちょっとね、リオンを入れることによってチェルシーとなんか掛け合いがあったりするんじゃないかと思ってやってみたんですけど、まあね、まだ一戦しかしてないのでわからないです。で、そのブラスト
の技も今できそうだったんですけど、あの新しい方ね、できるかどうなのかなちょっとよくわからないんですけど、頑張ってみたいかと思います。ちょっとウッドロー外したらレアチャット出る？出ないな。ウッドローのレアチャットってないんですかね。まあやっていきましょう。話にならん。なんかやってみたところ、リオンはブラストゲージが2段階貯めれるようになってるっぽいんですよね。今ルーティーだった？誰だったか見てないんですけど、ルーティーじゃないな、ディオロスでもなかったと思うから、エレメンチ、あ、間違えた。外して37、足りない。あー、レスキューでいいか。レスキューとアタックとかで適当にやっておきます。リオンの見たいな。セーブしまして、すぐあれなのかな、グレバム戦なのかなってなると、ちょっとスタンを入れてあげたいんですよね。でもウッドローも入れてあげたいんですけど、本当はこういう形でいきたいんですけど、ルーティーの回復がないと全然やっていけないので障子キャラだけウッドローでこんな感じでいこうかなと思います。まあ彼と戦えるのかどうかも分かりませんけど、ああこっち行けるのか。んー、これはなんだ、よくわからないうちになんか動かしちゃったけど、あ、これ戻れないんじゃない、やっちゃったよ。これでどこに行くんでしょうね。え、これ戻れないんじゃないです。挟まれてしまいました。どうして。これかな、激戦功を2回やるとちょっと変化するみたいな。ちょっとリオンの CC が少なすぎて、愚かな奴らだ。ちょっと変えようかな、フラットマテリアルにしようか。誰がフラットつけてるんだ。ちょっと待って、それよりマリーさ持ってっちゃった、もしかして。ちょっとリライズしようか、新しいの。CC 系は、エクシードかな。でも最初も欲しいんですよね、エクシード。どうしよう、誰がつけてたっけ。フラットって2個ぐらいありませんでした。あ、あった、フィリアだな。ごめんね、ちょっともらっていくよ。鉄攻撃力上がるやつつけておいて、リオンにチェイサーかな、チェイサーをフラットにします。 CC がないと全然扱いづらいので、これどうすればいい。戻れなくなっちゃったんですけどこれ積んだんじゃないの。え、あ、いけるいける、びっくりしたですよねもう戻れないってなることはないでしょうと思ったけど、ジャンプ、よし。2000ガルド、これは、あ、これ、触れ、あれ割れた。で、下になんか上下のあれが来るわけですね。よしよし。で、何がいいのかよくわからないけど、この上は、あ、はい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 、わかりました。まったく邪魔じゃな。
やっぱりリオンは CC が本当に少ない。これは最大を欲しいな。大きくするやつ。エクシードかな。エクシードを作っちゃいましょう。3ぐらいにしちゃいますか。一気にね。もう戦ってれば自然と違う、溜まるんで、クリアレンジとか、なんだっけ、チェイサーじゃない、エクシード。あれ、ラフレンズ、そうそうそう。まあ、溜まるのでね。まあ、いいかなと思います。で、上にきっとありますよね。セーブポイントが。なかったら困るんですけど。実感配分が、お出た出た。いや、ちょっと、野生の勘。ウッドローさんが見張りについてくれると、モンスターに襲われにくくなりますね。弓の修行をしているときは、一人で山ごもりなどもしたからね。自然と勘が鋭くなったようだ。さすがウッドロー様、頼りになります。これからもよろしくお願いしますね。はい、すいません。ちょっとカットしました。タイミング悪すぎるな。音声だけカットでもいいんですけどね。で、この王子様ほんとすごいよね。ライフボトル、この先行って大丈夫かな。まだありそうだから大丈夫そうですね。こっちは、あ、っとっとっと、あ、そういう感じ。え、どこまで行くの。あ、びっくり、戻されちゃいましたね。こっち側には何があるんでしょうか。上に行けるけど、敵襲です。決戦行こう、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 決戦行こう。いい気になるな。目障りなんだよ。僕の目の前から消えてしまえ。魔神煉獄殺。やっぱ超かっこいい。できました、できました、魔神煉獄殺。やったね。そう、ね、ブラストの名前自体は知ってたんですけど、初めて見ました。めっちゃかっこいいな。電撃がすごかったですね。よくわからないけど、口の上に上がっちゃっていいのかな。エリクシールで、なんか落とすっぽいですね。まずお宝、グレープグミ。とりあえず穴は開いてるんで、そこに落としたって大丈夫でしょう。で、これがどうなるんだ。どこに落っこちたんだ。ここに落っこちて、挟まれてしまいました。レイム、反省すればきっと救われますよ。やっぱりこのパーティーも安定して戦える気がしますね。今リオン操作なんですけど、CC があれば戦いやすいかな、普通にって感じですね。これ乗っけてどうするの。え、なんかいいっぽいですけど。溶けた時の音ですよね。あー、なるほど、こういうことですね。 EX 使いましょう。これかフィリアですね、完全に。結構減ってたな。ごめんね、気づかなくて。あとはこっちに行く。この先も結構ありそうですね。まず下を見てみて。大丈夫だよね。始めるか。行くよ。交流煉獄。交流残酷。お、ちょっと待って。交流煉獄を2回使って。もう二度と会うことか。あ、リオン。面白い戦闘が、どんどん技が変化しますね。これ楽しい。OK。なんか下来てよかったですね。あ、上行け、あ、下に行っちゃうのか。で、特に何もなし。
リオンの戦闘の楽しさがやっと分かった気がします。でスタンはもうスタンダードに使いやすいんですよ。で、おっと、で、まあ、実技系の子はちょっと使いにくいんですけど、やっぱりそうなんですけど、やっぱ近接系の人は使いやすいですね。マリーは耐久っていうのかな、でもなんか、かっこいい、これパワーがあって使いやすいです。コングマンもね、コングマンこそ耐久があるんじゃないかな。で、ちょっとジョニーはやっぱあれなんですよね、サポート役なんで、あまり私は使いづらい感じだったんですけど、こんな感じかな。で、弓系の人たちまだ使ってないな。お、大丈夫か。あっと、今ジャンプしたよ今度使ってみたいかなと思います。ここで下るか。お、ちょっと危ない。まだか、オッケー。なかなか入り込んでますね。これで多分先に行けるようになりましたね。よし、で、ここは落ちて大丈夫でしょう。目障りなんだ。僕の目の前から消えてしまえ。マシン煉獄殺。いやー、かっこいい。勝てるとでも思ったのか。思いませんね。いやー、リオンかっこいい。どうしよう。戦闘楽しいな。これ他の人のあれもあればいいのにな、もっとたくさん。まあ、あるのかもしれないですけど、スタンをこの間教えていただきましたし、まだね、リオンみたいにブラストゲージが2以上溜まるのかもしれないですね。それはこの先を楽しみにしておきましょう。おっそ、ジャンプ、オッケー。危ない危ない。結構順調に進んできてますが、ちょっといろいろカットなりなんなりしないと長いですね。やっぱりここまで長くなるとは思わなかったな、正直。挟まれたようだな。戦闘は本当順調なんですよね。とりあえずこれを動かして下に行きます。やっぱダンジョン攻略会は長くなってしまいますね。申し訳ないです。で、これで上に行ってまたなんか仕掛けがあるんでしょう。なかなか厄介な作りしてますよね。ほんとこれ一気に上行きたい時とか全然いけないじゃないですか。ここもう行けちゃうんですね、先に。あ、戻る感じかな、これは。ただ、もう二度と会うこともないだろう。じゃあ先に進んでしまいましょう。でも多分そろそろセーブポイントが来るはず。かなり進んできましたし、もうなんかそれっぽい感じになってきましたね。なんかクロックタワーみたいだな。始めるか。行くよ。やったぜ。フィリアがデバイスを2つマスターですね。このパーティーやっぱり使いやすいな。なんか新しい発見がいろいろあって楽しいですね、ほんと。どうしよっかな。44、バリアブルには届かない。足りないんだよね。こんな感じかな。ここは適当にアタックとかつけておきましょう。よし、
でこのまま上に進んでいって目が回りそうだな結構高い塔なんじゃないですかね。これ町のシンボルみたいなもんなんですかね。始めるか。行くよ。結果は変わらん。そう、何度やってもだ。かなり長いですよ結構フードも半分くらいになってきましたね。なんだかんだやっぱレンズは溜まっていくんですよね。マリーがいなくなっちゃった分、宝石をねパワーアップしてくれるのがもうリライズした方法がなくなっちゃったんで、それがちょっと悲しいところです。俺やっぱかっこいいなぁ。恐竜レンガ団のやつ好きです。このなんか Z みたいな感じで行きやがって。でも月仙子も好きだな。負けるわけにはいかないぜ。よし、戦闘がそれなりに派手になってきて本当楽しいですね。で、ここからまだ上か。そろそろグレガムと対峙するんじゃないですかね。ここまでずっと逃げてきましたからね、あの人で。今回はダンジョン攻略にだいぶ時間がかかってしまったので、ここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね。バイバーイ。